早馬を飛ばし、川舟を走らせ、時には斧が足で駆け抜けて、やってまいりましたわ、ビースト族の国セントールス。敬愛するユースティアナ陛下が空間跳躍で難を逃れた後の行方を探りに探り、そしてついに我がリッチモンド商工会の優秀な情報網が掴んだこの国での目撃情報。どうやら魔物の襲撃があったそうで、その情報網も今はズタズタですが、ああそれは後で手直しするとして、何はなくともこうして馳せ参じましたわ陛下。第一の中心であるこの私が陛下。さあさあどちらにいらっしゃるのかしら陛下。ランドソルの姫様。ああお忍びでカオンのとこに来てたらしいな。魔物が来る前に地元に帰ったらしいけど。なんですって。しようだなんてね。わかりました。時間が限られていますので手短にですがご説明を。なるほどな。キコーラの友人を敵の手から救い出すために勝負の最中ということか。鬼ごっことはまるで子供の遊戯のようだが。見失っちゃってるんですよね。どうやって探せば。ミソラさんはそのかなりお父さん好みのプロポーションでしたから、彼女が逃げた方角を割り出すことはきっと簡単です。ですが私と彼だけでは追い詰めるのが難しく困っていたところなのです。そこで我らの女性が必要ということだな。うむ、任せるがいい。よくわからないけど見た目の割に便利なドクロだね。じゃあ時間もなさそうだし早速頼むよ。お父さん、ミソラさんの行方を占ってもらいたいんですが。ところが喋ってるんだろう。これはお父さんに正気がありません。いえ、もともとドクロなので正気がなくて当然ではあるのですが、それにしても。しのぶ、俺はもうダメだ。町の近くの綺麗な花畑にでも埋めといてくれ。そんな近所迷惑になりそうなことを。お父さん、何かショックなことでもあったんですか。あ、とー、俺の美人レーダーに反応あり。すげえ上玉がこっちに向かってきてやがる。お父さん、もしかして。どうして落ち込んでいるのかと思ったら、そんなくだらない。くだらないわけあるか。
死してなお磨き上げてきた俺の美人レーダー、それがよりにもよって野郎に反応しまうた、人生の汚点、一生の不覚、もう死んでるけど。分かってないね。真の美しさに野郎も野獣もないんだよ。僕に反応したというなら、その美人レーダーとやらは当然の機能を果たしただけじゃないかな。むしろこれからは僕以外を感知できなくなってしまうかもしれないよ。何せ世界に二つとない僕の美しさを知ってしまったんだから。うわあ、演技でもねえこと言うんじゃねえ。ドクロさんの目から悲しみのオーラが垂れ流されてます。まさかドクロも泣くことがあるとは。この世は広いな。困りました。お父さんがこの調子ではミソラさんの行方を占えそうにありません。私たちだけで探すには半径300メートルは広すぎます。どうするんですか。そなた、忍と言ったか。捕獲対象の人相書きなどはないか。ミソラさんのでしたら映像魔法で。ドクロの後頭部に女の子の顔が映りましたよ。頼むから僕の美しい顔はこんな気持ち悪いものに映さないでほしいな。よし、把握したぞ。この少女がミソラとやらだな。では町の皆、急にすまないが力を貸してもらえないだろうか。ありゃ、バイスフリューゲルランドソル支部のマスターのお嬢ちゃんじゃねえか。治安維持のためこの少女を確保しなくてはならないのだ。我々だけでは手が足りぬゆえ、諸君らも一緒に探してもらいたい。よくわかんないけど。ええ、いいわよ。あなたの率いるギルドにはいつも助けられてるしね。ああ、そうだな、俺たちに任せとけ。こうも簡単に協力を得られるなんて人望があるのですね、モニカさん。日頃から人命救助や魔物討伐などのギルド活動に精を出してきた、その成果というものだ。モニカお姉ちゃん、鬼ごっこするの？はい、僕たちもやる。こら、子供の遊びではないのだぞ。ギルドマスターに負けてられないね。よーし、僕の美しさを知る者、来たれ。ユクサマー。うひゃー、この人たちは。あまりにも僕が美しすぎて自然発足してしまった美を求めるサロンのメンバーさん。これだけたくさんの人が協力してくれるなら、きっとミソラさんを見つけられますね。これだけたくさんの人が協力してくれるなら、きっとミソラさんを見つけられますね。よーし、捜索開始だ、諸君。ご注文のいちごワッフル、焼きたてだよ。ありがとうございます。スイーティーですね。エネルギー補給バッチリって感じです。それはともかく、た
退屈ですね。騎士さんたち全然追っかけてきてくれないし、もっとこう捕まえてごらんなさい的な遊びがしたかったんですけど、ルールの設定を間違えちゃいましたかね。いたぞ、あいつだ。捕まえろ。なんですか、なんですか。なんとか巻いたみたいです。騎士さんたちが町の人を味方につけたんですかね。びっくりしました。もう逃げ足の早い子ね。探せ探せ。もう中身があるかもわかんない人たちがゾロゾロ。私は騎士さんと楽しく遊びたいだけなんですけど。とは言っても豆鉄砲で鬼をやっつけちゃうのは、節分ならともかく鬼ごっことしてはちょっと違うかなって感じですし、空間跳躍で逃げるのもお遊びとしてはちょっと違うかなって感じですし、何か愉快な方法は、ひらめきました。それじゃあ早速。見つけた、こっちだ。いたわ、こっちよ。こっちにもいたぞ。どういうことだ、あちらこちらからミソラの目撃情報が。どういうことでしょうね。ミソラさん、こうも近くに姿を現すとは。油断したな、そなた確保。変わっていくよ。はあ、まったく虐待もない。なんだ、ナイスバディがぺったんこになっちまって。しかも霞のように消えてしまったぞ。これはネネカさんの分身。そういうことです。うわ、たくさん出てきた。仮にもセブンクラウンズともあろうものがこのような子供の遊戯に駆り出されるのは不本意ですね。誰が子供だ。目には目を、人海戦術には人海戦術を、というわけで。捕まえてごらんなさい。うわ、全員バラバラの方向に逃げていくよ。どうするの。こうなれば仕方あるまい。全部捕まえてやるのみだ。頼むぞ、町のみな。参りました。ごめんなさい、ハズレです。まったく、僕にこんな汗をかかせるなんて。はい、ハズレ。分身とはいえ、自分をハズレ扱いするのは腹立たしいものですね。くっそー。
さん、やる気を出して。いや、でもな、偽騎士ばっかりじゃな。そのドクロは後で粉みじんにして魚の餌にします。肉コップン？おい、もう本当に時間が、あと1分しかないぞ。ですが、私だけでは成功率が。いえ、あなたが言うならやってみます。どうか力を。あの路地裏の奥から楽しげにこちらを眺めているミソラさん、おそらく本物は彼女です。よし、一か八かだ。突撃！けど、ここからでは分身が邪魔になって、間に合いません。3、2、1。捕まえました。あゆみ、あなたいつの間に私に近づいたんですか？全然気づきませんでしたよ。私、影が薄いみたいで、気づかれずに観察したり追いかけたりするの得意なんです。茶番に付き合わされました。次はもう少しまともな舞台を用意しなさい。よし、鬼ごっこ勝負は我々の勝利のようだな。よくやったぞ、あゆみ。他人を追いかけるなんて僕向きの勝負じゃなかったよね。次は美を競う戦いとかはどうかな。やるならもっと子供っぽくない勝負で。って、あれ？先輩と忍さんは？あのミソラって子もいつの間にかいなくなっちゃったね。今度はかくれんぼかな。空間跳躍で強制的に戻されたようですね。魔法陣の補助も使わず、これほど自在な転移ができるなら鬼ごっこなど負けようがないものを。彼女はなぜ。忍、お前心配させるのなの、お帰りなの。主様、2回戦の結果は。あかりたちの敵を取ってくれたんだね。お兄ちゃんたち、すっごい。これで勝負は1勝1敗。どうにかユリさんにバトンをつなぐことができましたね。まさかあんな助っ人さんに捕まっちゃうなんてびっくりでした。それにストレート勝ちじゃつまんないかなって思ってたところです。こ
これでもうちょっと遊べますね。遊ぶって、でも何を。キッさん以外で最後に残ったのはヨリさんですか。確かゲームが得意な方なんですよね。だったらキッさん、ヨリさん、最後はこれで勝負しましょうか。よいしょっと。ミソラのガマ口から大きな箱が。さっきはプリンを出していましたが、どうなっているんでしょうか、あのガマ口は。ちょっとレトロなゲームですけど、私とヨリさんで勝負するならこれがいいかなって思って。ディスクセット、スイッチオン。出てきたけど、壁面へ魔法の映像を投射しておるのか。なんじゃあの空飛ぶ鉄の鳥は。このゲームってお姉ちゃん知ってるの。知らないはず。やったことない。いくら百戦錬磨のお姉ちゃんだって初めてじゃうまくいかないかもだよね。本当にそうですか。戦闘機同士の空中戦が楽しめるフライトシム、とっても有名なシリーズみたいですよ。あっちでは戦闘機フライトシム。ルールは簡単です。こっちのスティックで鉄の鳥を操作して、そっちのボタンでミサイル誘導する攻撃魔法を発射しちゃいます。攻撃魔法が命中して自分の鉄の鳥が爆発しちゃったら負けですよ。知ってるこのゲーム、私やったことあるわ。面白かったから夢中になっちゃって隠しステージまでやり込んだわ。でもこの記憶って。それじゃあ世界の運命を決める最終戦スタートです。待って、もし私たちが負けるとどうなるの。とりあえずユイさんは永遠に拘束して、エリス様とキッさんをくっつけて、それでこの世界はおしまいです。今ログインしてる人たちみんなロストして、あっちでは植物状態ってやつですね。そのような恐ろしいことを、あなたはなぜ行うことができるのですか。そんなにも愉快そうに。え、誰かが死んじゃうのはとっても悲しいことだと思いますよ。でもだからこそドキドキしちゃいますよね。世界やたくさんの人たちの運命がこんなゲームで決まっちゃうなんて。そんなの全然ドキドキしないよ。やつめ、好き放題言いよってからに。トゥインクルウィッシュの皆様が人質になっていなければ。問題ないの、ヨリがあんなやつやっつけるの。ボコボコなの。ヨリさん頑張ってください。うわ。
私が負けたら誰かが死んじゃう。それだけじゃない。ミソラの言うことが本当ならこの世界が全部なくなっちゃう。そんな私ゲームは好きだけどこんなのって。ヨーリ、何をしておる。もう勝負は始まっておるぞ。ローリングシザース、パニック一歩手前って感じなのにそんな回避マニューバーができちゃうなんて、ゲーマーっていうだけありますね、ヨリさん。大丈夫。指が覚えてくれてる。戦える。クルビットにインメルマンターン、高難易度技のオンパレードって感じですね。でもこういうのが得意なのヨリさんだけじゃないんですよ。振り切れない。後ろにぴったりついてくる。こいつ本当にうまいわ。ちょっとでもミスしたらやられる。やられる、負ける。私のせいでみんなが死。お姉ちゃん動いて、やられちゃうよ。ロックオン。えい、ミサイル発射。は楽ちんでいいですね。でもゲームの中でもお友達をかばっちゃうなんてすごいですね、騎士さん。ごめんね、あんた。テレポートでミサイルを当てたらもっと楽なんですけど。それじゃあ次は今度こそヨリさんの番ですよ。ポチッと。お姉ちゃん、ユリさん頑張るな。手が震えて。このままじゃ世界が。活躍で世界の破滅は食い止められた。
胸を張るのじゃ、ヤリ。お姉ちゃん、すごーい。もうダメかと思った。けど、あんたが絵を重ねてくれたから、私に勇気をくれたから、だから、ありがとう、あんた。一勝一敗一引き分けとなると、一勝一敗一引き分けとなると、ここはやっぱり延長戦ですかね。盛り上がってきました。ミソラ、まだ下がる気はないというのですか？もちろんです。だって引き分けだったんですからね。次のゲームは何にしましょうか。悩んじゃいますね。お前何言ってるの？今の勝負はどう見てもヨリの勝ちだったの。え？どう見ても引き分けですよ。ほら、ドローって書いてありますよね。知らないの。さっさと負けを認めて、かけてたプリンをよこせなの。プリン？かけてるのはトゥインクルウィッシュのユイさんで。つべこべうるさいな。とりゃあ。ぎゃん。みやこさん、一人で突っ込んだら危ないですよ。みやこは見てたの。こいつさっきの縄跳びの時、このガマ口からプリン出してたの。きっとまだあるの。もっともっとよくせなの。ああ、ダメです。勝手にガマ口を開けちゃう。というよりは内側からの攻撃を無効化する力があるのかもしれないね。でも岸君たちも心配しちゃってるだろうし、諦めてなんかいられないよね。早くここから出なきゃ。ああ、そもそもここはどこなんだ？もしかしてミソラがユイを閉じ込めようとしていた空間の狭間？広がって、それにこの声は。プリンをよくせなの。勝手にガマ口を開けちゃダメですってば。あれは檻に囚われていたトゥインクルウィッシュの皆様。ミソラのやつめ、まさかあのガマ口の中に隠しておったとはな。あい、先生。ここは。もう、なんでお前たちが出てくるの？プリンじゃないの。プリンじゃないけど、ミヤコちゃん、グッジョブだよ。え？よくわからないけど。感謝はプリンで示せなの。はい、後ほど腕によりをかけて作らせていただきます。
かったわね。みんな、キジ君。よくない。よくないの。キジ君。私の願いがアストルムを歪ませて、それにキシ君のことも変えてしまって、知らなかったからとか、そんなつもりじゃなかったとか言い訳したって、起きてしまったことは、やっちゃったことは変わらない。この世界でも現実の方でも、たくさんの人が悲しんで、苦しんで。ああ、ユイさんたちを手放す予定はまだなかったんですけど、でもそのおかげで。とっても楽しい延長戦の方法思いついちゃいました。はい、レイさんたちも増えちゃいましたし、最後は全員参加&みんな水着に着替えてビーチベースボールで決着を。水着はお嫌ですか？それとも檻の中から出しただけでもうユイさんたちを助けたつもりですか？ダメですよ。だって私まだまだ遊び足りないんですから。私の願いですか？そうですね、今は皆さんともうちょっと遊びたいですかね。それはだってほら、考えても見てください、この世界はゲームの中なんですよ。それならたくさん遊ばなくちゃ。それにしてはあなた、誰かと遊ぶのが下手くそだわ。まるで自分だけが楽しむための遊び方をしてる。うん、それさえもうまくできてないように見える。あなたの言葉は全部嘘なの？それともよっぽど誰かと一緒に遊んだ経験が少ないの？だから何です？そんな嫌ですね。私悪い子なんですから、誰かにどう思われようと、私が楽しければそれでいいんですよ。そのついでに、かわいそうなエリス様が助かるんだったら。もう騎士さんまで分かってくれないんです？楽しいに決まってるじゃないですか。確かに表面上は楽しんでいるように見えるかもしれません。ですが、ミソラさん、あなたからは虚無に近い定年の気配を感じます。あなたの笑顔の奥には限りなく濃い闇の色が見えます。ミソラさん、あなたは。よくわからないけど、お前かわいそうなやつなの。遊びは下手だし、きっとプリンの美味しさも知らないの。なんじゃあやつ、いきなり攻撃してきよってからに。
してた緑のキモカワちゃんたちも獣になっちゃったみたいに暴れてるよ。やめろなの。ミユコさん、私のことをかわいそうなんて言ったのは誰ですか？なんでミユコを狙うの？こうなったら逃げてやるの。ヤコちゃん、一人で行っちゃダメ。ミユコちゃん、魔法陣に飛び込んで消えちゃったけど、あれはシノブたちがランドソルに飛んだ時の転移魔法陣か。ミソラのやつ、制御を忘れていると見える。我々も追いかけましょう。トゥインクルウィッシュの皆様が戻られた以上は長居は無用でございます。ああ、どうやら我々が足を引っ張ってしまったようだが、ここから巻き返してみせる。じゃあな、てめえはそこで一生メソメソしてな。カリザ君。ランファジョ、あなたは優しい方だ。きっといつか幸せをつかめることを願っておりますよ。アゾールドさん。大丈夫だ、問題ない。ゼンさん。だからその分いろいろ見て回りたかったんです。お友達のランファさんと一緒に。ミソラちゃん、みんな誰か誰かお願い答えて。この塔の中ってこんなにも静かだったのね。ここってランドソルだよね。先ほど私たちが戦ったのと同じ区画ですね。ということは、先輩、急にいなくなっちゃうから心配しましたよ。こんなに早く戻ってくるなんて、すっかり僕の美しさの虜みたいだね。冗談でもそんなこと言うな。三本勝負とやらの行方はどうなったのだ。引き分けだったけど。お、そうか、よかったではないか。全部ミヤコのお手柄なの。早くプリンのお礼をするの。そうさせていただきたいところではありますが、おそらくミソラはまだ諦めていないでしょう。ああ、必ずや猶予を追って。うわあ、もう来ちゃった。うわ、なんだい、
あの緑のブサイクなぬいぐるみは。って襲ってくるんですけど。やめてもらえるかな。僕の美しい顔に傷でもついたらどうするつもりなの。この緑のブサイクなんか私がぺちゃんこにしてやるんだから。やばい、お姉ちゃん後ろ。もう一匹、そりゃいたわね。ユリさん、やば。王家の装備フルパワー、ペコリーナ様。あー、もう相変わらずタフなぬいぐるみね。みんな大丈夫？おお、キャルにシェフィーも。話は後回しよ。今はお願いします。バイスフリューゲルランドソル支部、反撃開始だ。任せて。ユイはとてもじゃないが戦いそうにないか。お下がりを、トゥインクルウィッシュの皆様。ここは私たちが。ユイちゃんを守ってあげてください。ごめん。ありがとう、みんな。足を凍らせたわ。とどめ、お願い。サルネオライトサタン。やった。先ほどの縄跳びでの一歩晴らさせてもらったぞ。イリアさん、すごい。けど、縄跳びってそれは話すと長くなってしまうのですが。コロスケたちの方も大変だったみたいね。ビーストの国に残ってるはずのあんたたちとこんなところで合流するなんて思わなかったし。こっちもいろいろ大変だったんですよ。黄色いスライムさんが人間になっちゃったり、ゼンさんが弥勒の手先にされてたり。ゼン兄さん、大丈夫。今はそれより、今ぶっ潰したでかいぬいぐるみ、前にルーセント学院で戦ったやつよね。ってことは、美食伝さんにトゥインクルウィッシュさん、ディアボロスさんに、それにモニカさんたちまで。ミソラちゃん、やっぱりあなたね、ミソラ。はい、こんにちは。彼女はユイ様を狙って我々に勝負を仕掛けてきたのです。皆様のお力添えでなんとか引き分けに持ち込めたのですが。引き分けだなんて。さっきも言いましたけど、まだ終わってなんかいませんよ。やっぱりまだやる気なわけ。当たり前じゃないですか。でもユイさんたちを取られちゃいましたし、人数もさらに増えちゃいましたし、最後はとっても簡単なルールの
思いっきり体を動かす遊びでも。思いっきり体を動かす遊び？はい、お猿さんでもできちゃう遊び。殺し合いの壊し合いです。何せこのレジェンド・オブ・アストルムっていうゲームは再構築の前から EK ありのゲームだったわけですしね。ペコリーヌ、どうかしたの？うまく言えないんですけど、この前のミソラちゃんとは何か少し雰囲気が違うような。怒ってるってことでしょうか？いえ、違うっぽいです。もちろんそれもあるんでしょうけど。ふん、自信過剰な女じゃな。貴様一人でわらわたちにかなうと思っておるのか。ひーうーみー、ゆいさんも入れると16人ですか。なるほどなるほど。そちらはもっと呼ばなくていいんですか？お名前はあっちゃん。タイプ R、 アルゲア。キューちゃん。タイプ Q、 レーテ。ピーちゃんです。タイプ P、 リュスノミア。紹介と名乗りがバラバラじゃない。分身魔法？違う、あれは作ったっての。それに七種の兵隊さんも。皆さん、やっちゃってください。任務、受諾。排除、開始。シャドウ、コントロール。シャドウ一体でも、かなりの強さなのに。それが、こんなにたくさん。やってられないの。また逃げちゃえばいいの。それはダメですよ。あのぬいぐるみの中から出てきた兵隊とかいうのが。町の被害がまた。さっきの鬼ごっこの時は皆さんなかなか追いかけてきてくれませんでしたし、余計な邪魔が入っちゃいましたけど、これなら皆さん私と遊んでくれますね。だってそうしないと町が火の海ですもんね。これ以上の狼藉は許さんぞ。お前直ちにやめればこの剣にて。うわっ！
その前にこやつらを片付けねばならんというのか。この戦力差、我々も前に出るしかなさそうだ。うん、じっとしててね、ゆいちゃん。主様、どうか私たちに力をお授けください。これ以上街を壊させたりはしませんよ、ミソラちゃん。はい、町だけじゃなくて皆さんもですからね。刃が通らない、なんて高度だ。でもレイさん、私たちが攻撃しまくってればこのヘンテコロボだって町に魔法は。うわぁ、たかがシャドウがわらわら来ちゃって私が吹っ飛ばしてやるわ。行動阻止。キャル様の攻撃魔法を至近距離で止めた。戦闘実行。シャドウランページ。この子たちの連携すごく正確で、私たち以上かもです。ていうか、天使みたいな格好しちゃってるけど、お姉ちゃんの方がずーっと天使なんだからね。ちょ、あかり、今はいいでしょ、そんなこと。ゆいさん。みそらちゃん。ゆいさん、戦わないんですか？チェンジしなくていいんですか？お友達みんな苦戦しちゃってますよ。でもきっと今の私は。もしかしてプリンセスフォームになれないとかですか？ちょっと前のキャルさんみたいに。今のユイさんも騎士さんへの罪悪感でいっぱいで向き合えないとか、そういう感じでしょうか。もう気にしなくていいのに。もっと悪い子にわがままになっちゃいましょう。そう、騎士君はさっきああ言ってくれたけど、でも後ろめたい気持ちが消えない。素直に向き合うことなんてできない。私の願いのせいでみんながあんまりにもたくさんの人たちが。ごめんなさい。ごめんなさい、岸君、レイちゃん、ヒヨリちゃん、キャルちゃん、シェフィーちゃん、セーンさん、たくさんの人たち、それにエリスさんも、ごめんなさい。でも私は。ん？ユイさん？ミソラちゃん、一つ聞いてもいい？はい、何ですか？さっきミソラちゃんは私とお友達になりたいってそう言ってくれたけれど、
私思ったの。あれって嘘でも冗談でもなくて、ミソラちゃんの本心なんだって。ミソラちゃんは過去にきっととても辛いことがあって、誰かに無理やりとても悪いことをさせられて、それで自分と同じようにあなたが言ったように罪を受け入れた。そんな仲間が欲しかったって、そう思ったの。それが今現実で起きていること。ミネルヴァの懲役がどれくらいの悲しみを生んだのか、ちゃんと考えて推し量って受け止めましょうね、ユイさん。ミソラちゃんは私を苦しめようとしたんじゃなくて、ただ私にいろいろ教えてくれようとして、ああいう話をしてくれたんじゃないかって。だからだから聞かせて、ミソラちゃん、あなたの過去に何があったの？こんな私でよかったらお友達になれるかもしれないから。ユイさんたら今さら何言ってるんですか？さっきは一人であんなに取り乱してたのに、騎士さんたちが助けに来たらもうケロッとしちゃうんですか？そんな人は私嫌いですよ。さっきはごめんなさい。ミソラちゃんが教えてくれたこと受け止めきれなくて、信じられなくて、私が壊れてしまいそうで。でも、そうだね、たとえ騎士君たちがかばおうとしてくれたとしても、私が悪くないなんて言えない。あ、痛い、胸が、心が痛い、辛くて苦しくて泣き叫んじゃいたいくらい。私みんなに優しくしたかったのに、こんなことになって。でもいくら私が苦しいからって、ミソラちゃんが私のことを嫌いだからって、そんなことあなたに優しくしない理由にはならないの。すごい、ここまでおしゃべりしてきて初めてユイさんのことすごいって思っちゃいました。でもだから、だから何なんですか？ユイさんはずるいです。たくさんのお友達や素敵な男の子がいて、私には何も。ミソラちゃん、その同情するみたいな視線やめてもらっていいですか？はあ、エリス様のムカッとする気持ちちょっと分かっちゃったかもです。分かりたくなかったですけど、だからそうですね、やっぱりみんな壊しちゃうしかないですね。ドルルルルルー、レイさん後ろ。何？
危ねえ、忍ぶ。お父さん戦力は結構釣り合ってた感じですけど、崩れてきちゃったみたいですね。まだまだか、回復魔法？それもすごい魔力の。これってゆいちゃん、光の精をみんなを癒して。ゆい、戦えるのか。本当は戦うどころか立ち上がるのだって辛くて苦しくて、もうずっと膝を抱えていたいくらい。でも私がそうしていると、レイちゃんやヒヨリちゃん、岸くんたちを心配させて、暗い顔にさせちゃって、苦しみを広げてしまうから。だから私は立ち上がる。弱くても苦しくても、みんなを悲しませないために、自分のために戦う。これが私なりのわがままだよ、ミソラちゃん。だけじゃない、怪我した町の人たちを治して建物についた火まで消しちゃってる。キラが人の身でこれほど魔力を絞り出してはそう持たんぞ。私は平気だから、みんな町を守って、これ以上悲しみを広げないために。それにミソラちゃんも、必ず。君たちもそんな仮面で顔を隠していないで、もっと自分をさらけ出すといいよ。先輩が見てくれてるんだもん、頑張らなくちゃ。このようなシャドウごとき、わらわたちを止められるものかよ。ユイ様のお気持ち、決して無駄にはいたしません。皆さん、回復魔法をもらった以上に元気いっぱいになっちゃって、絆の力とか言っちゃうんですか。残念ですけど、私にはそういうのわからないので、お友達に助けてもらっちゃいます。また仲間を呼ぶ気なの？取りないやつなのに。どんな助けが来たって無敵の都に勝てるはずがないの。そなた、危ない。ナンバーズアバロン。モニカさん、しっかり。あなたはひょっとしてクリスティーナさん？そんな美しくない仮面をどうして。聞くな、今は慣れ合う間柄ではない。クリスティーナ、確かにミソラのやつに洗脳させられちゃってたわね。ってことは、くだらない遊びで魔力を浪費させられたと思ったら、
次はあなたたちと戦闘ですか。まったくセブンクラウンズ使いの荒いことです。メタモルレグナントネネか。ネモイ敵に回っておったとはな。久しぶりですね、イリア・オーンスタイン。このような退治をすることになるとは思ってもみませんでしたよ。お主が相手とあらば本気を出すほかあるまいて。ありったけの強化を頼むぞ。こいつがまた。イリア様たちが抑えていたシャドウの群れがこちらに。ネネカやクリスティーナが相手じゃ、あいつらだってヤバいなんてもんじゃないけど。助けに向かえない。そろそろ思いっきり行かせてもらいますよ。ドルルルルルー。ミソラ。シェフィーちゃん。ミソラちゃん、やっぱり手強いです。まだまだです。ドルドルドルルルルー。セブンクラウンズ、クリスティーナ、ジュン殿のかつての御同輩だったな。そういうお前はかの軍事組織ヴァイス・フリューゲルの構成員だったか。お前が情報を祖国に垂れ流すことで戦争でも始まればと野放しにしておいてね。今ここで代理戦争としゃれ込むのも悪くない。さあもっと私を楽しませてくれよ。粘りますね、イリア・オーンスタイン。ではこれはどうです。イリア、頑張れ。なの、私も手伝います。ネネカさんは知らない方でもありません。元に戻っていただかなければ。占うまでもなく、私にかなわないことなど分かりきっているでしょうね。望み通り、まとめてひねりつぶして差し上げます。セブンクラウンズとやらはどいつもこいつも傲慢極まりないものじゃな。世を滑るもの、我らディアボロスをなめるでないわ。威勢がいいのは結構ですが、これだけ混沌とした戦場です。流れ玉にも気をつけた方が良いのでは。何？ドルルルルーン。魔力の使いすぎで気絶しちゃった感じですかね。まだちょっとは息をしてるみたいで一安心です。さてさて、うわー、もうこいつらのシャドウ倒しても倒してもキリがないんだけど。街を攻撃しないよう鉱物の兵士の動きも抑えなくてはならないというのに。ミ
めてこのシャドウたちがいなければ最後のゲームは私の勝ちですかね。途中でちょっとムカッとしちゃいましたけど、まあ終わりよければ全てよしってことで。この歌はもしや、我々を狙って、違うみたいです。見てください。あれシャドウの天使たちが消えていっちゃいますよ。これってあの女の人の歌の力？エラー、シャドウ喪失、ステータス困惑。うわ、骨のドラゴンさんが紫のロボットさんを攻撃しちゃったよ。この魔物ってランファさんが使ってた。以前は苦戦を強いられた敵だが、今回は我々の味方をしてくれるのか。よくわかんないけど、チャンスね。やるわよ、ペコリーヌ。はい、超超超超全力全開プリンセスストライク、アビスエンドバースト。ステータス存亡、深刻なエラー。ミソラちゃんランファさん、どうしたんですか？私に仕返ししに来たんですか？残念ですけど、しょうがないですね。私、悪い子ですもんね。ランファさんたちを騙していたんですもんね。仕返しされても文句なんて。違うの。仕返しなんて、そんなことのために来たんじゃないわ。だって私今でもミソラちゃんのことお友達だと思ってるのよ。あのですね、ランファさん、私レイジレギオンの皆さんのこと騙してたんですよ。エリス様のために、私のために利用してたんですよ。それはそうかもしれないけど、私こんな性格で全然お友達ができなくて、だから間違ってるかもしれないけれど、一度くらい騙されたらもうお友達でなくなってしまうの。バカじゃないですか、ランファさん。そんなんじゃ悪い男の人に騙されて紐にされないか心配になっちゃいますよ。心配してくれてありがとう。嬉しい。でも大丈夫。私は多分バカ
なんだけど、彼は悪い人じゃないと思うし。あのですね、ランファさん、あそこに天使の羽が生えた女の子たちがいますよね。あの子たちはもともと普通のプレイヤーの女の子で、ロストしちゃった彼女たちのアバターを改造して、何でも言うことを聞く素直ないい子になってもらったんです。そして杖を持っている子の正体はアゾールドさんの娘さんです。わかりますか？彼女はアゾールドさんの弱み、強くて賢くて何でもできる上級捜査官のアゾールドさんが、いつ敵に回っちゃっても平気なようにする人質だったんですよ。ジェーンさんだって彼の忘れちゃってた願い、本当に守ろうとしてた人がそこで倒れちゃってるシェフィーさんだって、私知ってましたね。私ひどいでしょ、同じギルドの皆さんを道具みたいに扱って。ランファさんももっと怒っていいんですからね。じゃあ私と一緒にみんなに謝って、できるだけのことをして、少しでも許してもらいましょう。今からでもやり直せるはずだわ。私も手伝うから。だからもうこんなことはやめましょう、ミサラちゃん。私の罪は私の罪です。いくらお友達だからってランファさんが付き合う必要なんてありません。それにランファさんは静かな世界を願ってましたよね。今の世界が全部壊れたらきっと静かになりますよ。私はうるさいものが嫌い。こっちの世界もあちらの世界もとてもうるさくて、だから静かな世界が欲しいってそう思っていたわ。それが私の願い。でも、誰もいなくなってしまったレイジ・レギオンの拠点は、とてもとても静かで、なのに私が望む場所ではなかったの。そしてやっと分かったわ。これまでの私は、誰かが怖いからって、ただ遠ざかることしかしてこなかった。それは間違いだったって。だから、こうしてミソラちゃんのところに来たの。あなたともっとお話をして、もっとちゃんとあなたのことを知りたいから。だってミソラちゃんと私はお友達なんだから。ユイさんもランファさんも困っちゃいますね。
私なんて憎まれて恨まれて石を投げられるのがお似合いなのに。それでいいのに。ミソラちゃん、あの人本気じゃなかったみたいですね。そうね、まだなんかいろいろと能力を隠してそうだったわ。それもありますけど、言葉に本音みたいなのが全然見えませんでした。そんな気がするっていうだけなんですけど。やっとわかりました。それがミソラちゃんの本音なんですね。王女様、どうしてミソラちゃんが何もかも壊しちゃいたいのか、やっとわかりました。怒ってたりとか恨んでたりとかじゃなくて、ミソラちゃんは心の底から絶望しちゃってるんですね。自分の近くに大切なものがあっても価値を感じられないほど強く。絶望から来る破滅願望、うん、破壊願望ってことか。そうかもですね。私は私のことをかわいそうっていう人を許しません。だってそれじゃあ私のせいで死んだ人たちが浮かばれないですから。だから結局はこうするしかないんですよ。ダメ、ミソラの弾を相殺してる。やっぱとんでもないわ、あのランファってやつも。おそらくは友を思う心がランファ様を強くしているのでしょう。ですがランファさんも壊れちゃいますか。ランファさんのこと、とってもとっても好きですけど、どうせなら私が壊しちゃうのもいいかもですね。恐れてる。あのままじゃ、あなた、お願い、敵だった私のこと少しでも許してくれるなら、お願い、力を。ありがとう。ありがとう。兵隊さん、妨害させる気か。行かせないよ。ヒヨリブレイジングインパクト、グロリアステンペスト。わらわたちを置いてどこへ行こうというのじゃ、お主ら。余計な手立ちなどさせはせんぞ。ミソラちゃん、届いて、私の歌、私の気持ち。まだの模様です。ランファ様は止める気はあっても倒すつもりはなかったご様子ですから。ああ、負けちゃいました。ミソラちゃん、ごめんなさい。謝らないでください、ランファさん。
でもすごいですね。負けちゃうなんて思ってもみませんでした。彼が力をくれたおかげ、私だけじゃミソラちゃんのこと止められなかったわ。ミソラちゃん、ペコリーヌさん、私を処刑するつもりですか？王女様としてはもちろんそうですよね。いいですよ。そんな全力全開プリンセスパーッチ。プリンセスパンチってげんこつだったね。二度ならず三度まで町を壊しちゃったあなたのことは許せませんけど、でも今は元の世界やエリスさんの手がかりを聞かなきゃですし、それに何よりもミソラちゃんはユイちゃんやランファさんの声を聞いて彼女たちの気持ちとちゃんと向き合うべきだと思います。騎士さんもそう思いますか？騎士さんもユイさんもランファさんも皆さんも私のこと普通の女の子みたいに扱って優しくしてくれようとするんですね。騎士さんもユイさんもランファさんも皆さんも私のこと普通の女の子みたいに扱って優しくしてくれようとするんですね。そんなの普通に処刑されたり拷問されるよりずっと惨めで耐えられそうにありません。だったらあっちゃん、ピーちゃん、キューちゃん、まだ少しくらいなら動けますよね。お願いです、私を壊してください。え、任務受諾。ミソラちゃん。あなたたちどうして私を守れなんて命令してないのに。勘違いするんじゃない。我々を捕らえ洗脳してくれたお前は全く気に食わないが、私たちを手駒にしておきながら破れ去るなど不愉快にも程があります。ネネカさん、クリスさん。おいお前たち、司令役が驚きをなくしたようなのでな。我々は彼女を連れて引くわ。追いかけてくるならもう少し相手をさせていただきますよ。ネネカさんたちも元に戻してあげたい気持ちは山々ですけど、今は無理っぽいです。こっちももうボロボロですし。期待していますよ。ではまた。しんどかった。防戦だけで手いっぱいだったぞ。そうですね、不意打ちも全然当たらなかったですし。洗脳のせいか力を出し切れていないようじゃったしな。さすがはセブンクラウンズといったところか。あかり大丈夫？でもみんなだいぶやられちゃったよ。
お父さん、お父さん、しっかり。川の向こうで妙齢のお姉ちゃんたちが手を振って。体中バッキバキだよ、もう。僕の体に傷をつけるなんて、この世界の損失だっていうのに。ココロちゃん、シェフィーちゃんの怪我は？命に別状はないようですが、気絶されておりますね。精神的にだいぶ参っているご様子でしたが。フィーちゃん、ユイもしばらくは目覚めそうにないな。どこか安全な場所で休ませてあげたいが。でもランドセルの中は危ないかもね。応急は抑えられちゃってるし、ギルドハウスだって安全かどうか。ふむ、わらわたちは古城へ戻るか。あの白もどうじゃ。いえ、ミソラ以外からも我々は狙われておりますから、ご迷惑をおかけするわけには。それにかすみ様のおっしゃられていた内通者の話もありますし。ん？これはどなたかが私たちに通信魔法を。この声って。いや、久しぶり。いろいろ込み入った相談がしたいから、ちょっと少年たちにはエリザベスパークにまで足を伸ばしてもらえたら嬉しいなって。私がオブジェクト変更で空間を歪めて地下道を作るから、そこを通れば敵にはバレないしショートカットになるよ。ラジラジの空間跳躍ほどじゃないけどね。それじゃ待ってるよ。ラビリスタ
掴みどころがないのに不思議と信頼してよいと思える。きちんと話したことはないはずなのにね。相談があるって言ってたけど、あいつがわざわざ前振りするってことはよっぽど大事な話っぽいわね。いずれにせよ向かわないという選択肢はありません。ここにいつまでもいてはまた襲撃を受けるかもしれませんし、主様やシェフィー様たちには休息が必要です。気絶しちゃってるユイちゃんは私がおんぶしていくね。騎士君と交代で。キコ、我々は途中から巻き込まれた形で全容を把握しているとはとても言えないが、キコーラは何かとんでもない事態の渦中にあるのだな。あのカイザーインサイトと戦った時と同じかそれ以上の。そうか、ぜひとも力になってやりたいが、そのためにはまずバイス・フリューゲル・ランドソル支部の総力を結集せねばならん。フーカさんやニノンさんどこ行っちゃったんでしょうね。情報提供感謝するぞ。まったくあいつらは。それじゃ二人を見つけてから反撃だね。クリスティーナさんにあんな美しくない格好をさせているやつは僕としてもちょっと許したくないし。ところであの女の人ランファさんでしたっけ。さっきからちょっと遠巻きにこっちを見ていて、なんだか親近感が、ランファ様。そんな、私のホークさん、あなたに助けてもらってあなたからの強化、とても胸が温かくなって嬉しかった。ランファさんはこの後どうするつもりなんですか。しなくていいわよ。そんなやつ珍しくもないしね。お誘いはとてもとても嬉しいけど、でも今はごめんなさい。私こんな性格でまだ人がいっぱいのところには馴染めそうにないし、それに今はミソラちゃんのこと探したいの。ミソラちゃん、本当の意味でミソラちゃんとお友達になりたいから。うまくできるかわからないけど、でもこれからは必ずあなたたちの力になるから、よろしくお願いします。さて、我らも古城へ戻り、傷を癒すとするか。あかり、もうヘロヘロだよ。お父さんの額に開いた穴も塞がなくてはなりません。接着剤とお茶碗のかけらか何かで。
しのぶさん、せめてどっかその辺に落ちてるはずの骨を拾っていただけると。ピコーン、俺の美人レーダー反応あり。偽父でも男の子でもない、モノホンの妙齢の美人が接近中だ。めっちゃ最高なんだけどな、中身が残念すぎるな、あのお姉ちゃん。ま、でも側はいいな。お父さん、最低です。ご無事で何よりでしたわ、ユースティアナ陛下。レイジレギオンの拠点へ向かって戻って、決戦からの生死不明の行方不明で、私大変とっても心配しておりましたけど、街はもう大変のよ。なんかさっきまた爆発炎上してた模様ですし。さあさあ、タイムイズマネーですわ陛下。どうか我らを手足として市街を修繕し、民を導くためのご指揮を。ごめんなさい。え、クレジッタさんの言う通り、街を直したり市民の皆さんに安心してもらいたいのは山々なんですけど、でも今から急ぎで会いに行かなくちゃいけない人がいて。ちょっと陛下、何をおっしゃいますの、この非常事態に。どこの馬の骨と面談など。そうですね、この世界の創造者さんですかね。正確にはそのうちの一人って感じみたいですけど、でもこの一連の騒動を収拾するためにはどうしても必要なことで。わかりましたわ。この状況で冗談をおっしゃられる方ではないことくらい存じ上げているつもりですし、きっとそれがこの国の人々にとって最良の選択というわけですわね。でしたらどうかご無事で陛下。できるだけ早く戻っていただけるとありがたいのですけれど。はい、必ず戻ります。もうしばらく市民の皆さんのことをお願いします、クレジッタさん。すみません、言おうと思ってたんですけど、メルクリウス財団から借りてた飛空艇壊されちゃいました。えへへ。なんですって。くそ。ちくしょう。おりょう、カリザキュンたら、そんなしおしおしちゃって、もっとむきーってしようぜ。カリザキュンのイキリ顔見てみたい。せえ、誰がてめえの思い通りになるかってんだ、キーロ。すーか、殺すぜ、てめえも
俺のこの学校見たやつは全員殺して口封じだ。そうそう、その息その息。てかさ、カリザキュンさ、本当にそれでいい？いや、あたし結構つよつよじゃん。自分で言うなって何が言いてんだよ、ヒーロー。だからほら、つよつよなあたしが手伝ってあげれば、カリザキュン、ミソラちゃんやエリスちゃんにお返しできっかもって。くそ、この脳みそゼラチン女が足元見やがって。俺のペットだったくせに調子こいたこと言いやがって。けどあいつらをぶち殺せるってのは、くそ、すげえ嫌だが、キイロ、てめえの手を借りてでも。もう、黄色じゃなくてネアお姉ちゃんだってな。うわー、だからやめろ、ベタベタすんじゃねえ。ですです。うん、背景お姉ちゃんへメッセ届くかな。ちょいトラブったけど、まあアストルムには来れた感じさ。けどこっちもこっちで大変っぽい。エリスちゃんとかお姉ちゃんなら知ってんのかな。とりまあリアルの生き方探すけど、あーでもなんかスキピなショタゲットしたんで、しばらくこの子で遊ぶね。んじゃあ気が向いたらまた連絡すっから、モネちゃんたちにもよろ。異能試験隊 M3 号、起きなさい。もう薬は切れているだろう。この映像を見たまえ、何が映っているかね。飛行機です。そうだね、 VIP を乗せた万全の警備のプライベートジェット。どのような危険物を持ち込むのも不可能だ。そしてあと3秒後に爆発する。何があったかわかるかね。そうだ、君の能力の一つを応用した新型兵器だ。敵陣にテレポーテーションで送り込まれる小型爆弾、携帯端末を媒介したヒプノシスによる集団洗脳、念動力で必中する誘導兵器。おお、なんと素晴らしい。国連軍、ウィズダム、何するものか。君の能力が作るサイキック兵器の数々は、この腐った社会におびただしい死と恐怖をもたらすぞ。そしていずれ我々はテロ組織ではなく、裏から世界を牛耳る支配者となるのだ。やめて、やめて。うなされていたようだが、丸い夢でも見たかね。騎士さんたちは？彼らはランドセルを脱出した様子です。
私の分身の目をくぐり抜けてね。おそらく模索時アキラの手引きでしょう。そうですか。追うか。うまくすればラビリスタの喉首に食らいつけるかもしれんぞ。そうかもですね。それとも体勢を整えて迎え撃ちますか。そのうち彼らもランドセルに戻ってこざるを得ないはずですし。それもいいですね。おい、やる気がないのなら我々を解放しろ。坊やたちよりもエリスと遊びたいんだ私は。それは無理ですね。まあそうでしょうね。私も今は打って出るべきだとは思いますが、アキラは何をするかわからない相手ですから。ならそうしたらいいんじゃないですか。では好きにさせてもらおう。後で勝手をしたなどと文句を言っても聞かないぞ。では。ごめんなさい、エリス様。